楽しく薪割りチャンネルです。これが我が家の薪ストーブの背面になります。一つ残念なことは、背面に 100% の吸気口がありますが、これを利用していないことです。住宅の気密性が高まったことによって、外気を導入しないとどうしても燃えにくくなっています。これが別の角度からの見た、吸気口になります。室内の空気を使うしかありませんので、どうしてもこんな形になってしまっています。残念なことに工務店や薪ストーブの説明ページには吸気口についての説明が一切ありませんでした。今思うと壁面に吸気口を開けておくべきだと、後悔しております。これから導入する方はぜひご検討いただいてもよろしいではないでしょうか。